前にセルセンさんを超える道を知ってるって言ってた。そんなこと言った覚えはない。行け、力にはなれんぞ。地図を書くくらいいいだろう。あれだけやってよく言うな。ちょっと待てよ、人のこと言えんのか。あんただってシャーマンズキャンプで。ここから出て行け。聞いてくれ、もしもだ、全てやり直せるとしたらどうする。俺はサラをヘリに乗せた時ホッとしたんだ。どうかしてるだろう。安心しちまったんだ。そのことをずっと後悔してる。それで亡霊を追いかけてるのか。彼女が生きていて会うことができればその後悔が消えると、それが望みか。わかんないがやるしかない。いいだろう。だがよく聞け、山を越える道を教えてやったら二度と戻るなよ。いいな、約束しろ。戻ってくるな。分かった。クソ、次はブーザーだな。マジか。ブーザー、俺は、はあ、去年の冬フェアウェルリッジに行った時、フリーカーがいた。何千通数がうじゃうじゃいてよ。ああ覚えてる。あの時思ったんだ、俺たち人間は化け物に家を奪われちまったんだって。帰る場所なんてどこにもね。そう、世界は奴らんだ。だが生きてる。だが生き残るのと生きるのは別物だ。ジャックがよく言ってたな。いつどこへ走り出そうと構わないが、帰る場所だけは忘れるなって。そういや話したことなかったな。こんな世界になっても俺たちは。なぜクラブの掟に従ってるんだろうな。何の意味もねえのに。ああそりゃ俺たちが根っからのモンゴルズだからな。壊れた世界をバイクで駆ける最強のドリフターってか。ああそうだ。なんだかブランドの宣伝みてえだ。いろいろ言われてきたがブランドじゃねえだろ。フェアウェルを離れた時、サラやジャック、仲間がみんないなくなって、俺たちは全て失ったと思った。大事なものは残っちゃいない。これ以外もな。またノマドになるのか。あ、そうなるな。ジャック、中に入るぞ。サラが生きてたらきっと見つかる。ディーコン、行けるか。ああマイク、いいぞ。ゲートで会おう。絶対遅れるんだよ。ああヘイヘイ、分かったよ。よう。
ねえ、山を越えるんだって？ああ。生きてると思ってんの？何十億も死んだのに彼女だけ助かったって。俺たちも生きてるだろう。まだ諦めるわけにはいかない。ここで行かなきゃ。俺に残ってるものはもう。私たちは？ねえ、アイアンマイクとかブーザーは？キャンプ暮らしがそんなに嫌？行きなよ。彼女を見つけてやんな。あっちで待ってる。一つ言いたいんだけどさ、あんたはきっとここにいるのが怖いんだと思う。何かと関わりを持って人から必要とされることが怖くてたまらないんでしょ。悪いな。本当残念だよ。行けるか？ああ、さっさと出発しよう。ついていく。ジャックと釣りに行ったことがある。そうか。釣れたいが魚の処置に困ってた。ジャックらしいな。あいつのクラブはしっかりしてた。まあお前たちは問題ばかり起こしたが、無意味な殺し合いはしなかったからな。売られた喧嘩は買ってたかな。旅行しなくて正解だったな。
かった。俺はここまでだ。この道を進め、山を下っていけばダイヤモンドレイクバレーに着く。幸運を祈る。本当に生きて見つかるといいな。生きてるぜ。そうかもな。だがな、ディーコン、あまり期待しすぎない方がいいぞ。Never know what tomorrow may bring. One life next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face, just in case.Life's for the living, I won't be giving up on you, on you. Even though I know you would tell me to. 生きてるなら必ず見つける。なんだありゃ。Yeah.
行け行けよし見えろすげえあんなの初めて戦いなかったらどうなってたか分かった落ち着けてもう死んだ大丈夫だ救世主だ全くだグレン・ラッセルだこっちはマニンズ二等兵いやディーゴン・セント・ジョンだ二等兵って言ったかああ俺たちは弟子討つ軍民兵だあんたもしかして山を越えてきたのかいや俺はただの流れ者だシルバーレイクの東のソルトフラッツから来たここまで何しに来たんだよ97号線を越えたのかおいおいおい何やってんだえ命の恩人なんだぞ大佐に言われてるだろ領土に入ってくるやつは警戒しろってとにかく今その話はいいだろ後で大尉に任せればいい分かったレイジャーを殺してくれたんだぞ来てくれダイヤモンドレイクにキャンプがある飯を出すよせめてもの礼だああいいなそれフローレスはどうするんだじゃあここで待ってろ燃料を持ってくるダメだいいから待ってるんだあいつの弾もあるだろう大丈夫だいいなああ行こう案内頼むそれで弟子討つ軍の民兵って俺は食ってくために従ってる何を言われても敬礼して了解と返すだけだ規模はどのくらいだこのキャンプか100人強ってとこかな正確にはわからないが本部の方はもっと多いそうかで女はそれが目的か諦めるんだな大佐が禁止しているその異性交友そうそれ仕事をこなして命令に従えば何も言われない男も女もないそれが大佐だ違う、うん、その1年ほど前に一緒だった奴らを探しててその中の一人が女なんだシルバーレイクからこっちの方に来てネロの難民キャンプにいた可能性があるようなんだなんだっておいおいシルバーレイクはとっくに壊滅したいやまあ外にいると時間の感覚もおかしくなるだろとにかく心当たりはないかお前たちのところに難民キャンプの生き残りとか来てたりはしないかさあな大規模な軍だと言っただろ大尉に聞けソルトフラッツの向こうから来たらしい知ってるかも大尉クーリ大尉ダイヤモンドレイク基地の指揮官だよしもう着くぞここだラッセル伍長だ開けてくれしろタイ、奴を見つけましたバイクもまだ残ってて逃がしたな違いますいや、逃がしはしたんですがレイジャーに出くわしたせいでマリンズとフローレスはフローレスは死にましたマリンズは現場に分かった、伍長燃料、遺体を処理するんだはい、分かりましたあの、この男に命を救われましたその礼に食事を出す約束をしたんですが伍長、分かったから行けディーコン・セント・ジョンだデリック・クーリだどうした
疲れてるんだ。ずっと旅をしててな。新兵を探してるって聞いたが。興味あるのか。ああ、そろそろどこかに落ち着きたいと思ってたんだ。来い。で、ドリフター歴は。どうだったか。外だと時間の感覚がなくなる。じゃあ弾薬はどこだ。装備。馴染みのキャンプがいくつかあって、そこで賞金稼ぎをしてな。フリーか、人間。両方腕を買われたんだ。敵を追い詰めるのが得意でな。どのキャンプだ。場所は。フェアエルバレーの向こうだ。と言っても全滅して今はもうない。そのシルバーレイクが全滅した時いたんだってな。あれは地獄だったな。その時生存者は。わずかだ。なぜ必死になってやらない。なぜ未だに障害物コースに。ほら、これを。民兵のクレジットだ。謝礼として渡す。キャンプの売店で使え。わかった。入隊したいなら待ってろ。これから任務に出る。一体何の任務だ。追跡が得意なんだろ。まあまあだ。俺たちは戦争中だ。お前に戦う覚悟はあるか。試してるつもりか。新兵を任命できるのは大佐だけだ。お前が役に立てば合わせてやろう。分かった。よし。そんなクソ野郎が持ってるのは俺の指輪だ。サラから奪ったんだ。自分から渡すはずがないから奪われたに違いない。サラはここにいる。こいつ民兵じゃなさそうだ。おい、お前民兵には見えないな。まあな、ウェイド・テイラーだ。ウェイドでいいぜ。ディーコン・セント・ジョンだ。ところで、マジでディーコン・セント・ジョン。親父は牧師か何かか。違う。すげえ名前だな、そりゃ。それよりテイラー。なあ、見たかよ、ここすげえヤバくねえか。ああ。で、あんたも兵隊ぐっこして銃ぶっ放してるのか。どうだかな。それより、お前も外から来たばかりなんだろう。ああ、昨日な。そうか、大佐とやらに会うまでずっと待たされてんだ。仲間とはぐれちまってな。この辺りでこんな人を見なかったか。ああ、いや、でもイケてる姉ちゃんだ。くどきて。ああ、もう行かねえと。シラミかなんかの検査しろってさ。頑張れよ、ディーコンセイントちゃん。すげえ名前だな。はあ、こいつダメだな。さらにビンタされたとしても忘れそうだ。どこだ。お前何か用事。さあどこにいるんだ。もっと早く走れるだろ。どこかにいるはず。テントの中か整備場にはいないだろう。レンチとドライバーも区別もつかないし。ここにいるのか。言いたいことは違うな。ここじゃない。子供の絵か。俺とさらに子供がいなくてよかった。こうやって失うのは。ここはどうだ。診療所だ。そうだ、サラの経歴ならそこにいるかも。ああ、クソ、ここにもいないな。気分良くなった。ここだ。サラ、ここにいるのか。クソ、いない。ああ、クソ、ここにはいない。仕方ないか。そんなに簡単に見つかるわけがないよな。セント・ジョン、聞こえるか。無線機を持っているそうだな。ああ、
ああ、聞こえてるぞ。ゲートで会おう。わかった。素敵です。以上だ。現新入り？私はエヴァ・バーグストーム、バージーって呼んでね。ディーコン・セント・ジョン、まあ、着いたばかりだ。よろしく、ディーコン・セント・ジョン。ここでは自分の仕事をしっかりやること。いい？分かった。他には？それだけでいい？ OK。 またね。おう。その見ない顔だな、ルーカスだ。ああ、さっき着いたとこでな。ディーコン・セント・ジョンだ。そうか。まあ見ていってくれ。金さえちゃんとあればどんなパーツでも揃うぞ。うん、そりゃいい。じゃあ行け行け行け。グズグズするなよ。それでフリーカーから逃げ切れるのか。無理だろ。さあ本気でやれ。はい、わかりました。やります。やります。これだけだ。調子は？よう。出発するぞ。来るか？いつでも行ける。かなり手を入れてるな。ああ、まあな。開けろ！腕前は？走れるか？ああ、まあ、走れるぞ。ここで何が起きたんだ？なんだか山火事の跡みたいだが、切り株も焼け焦げてるようだし、木が切り倒されたのは山火事の前ってことか？鋭いな。デッドゾーンだ。マリケーのように木を伐採して森を焼いた。基地から敵が襲ってくる前に探知できるよ。何？じゃあニュートやスウォーマーの巣にならないよう建物も焼き払うのか？フリーカーに詳しいの？言ったろ、長いこと外に身を置いてきた。で、これが作戦だって？民兵は何もかもを焼き尽くすっていうのか？俺は戦争なんだ、セント・ジョン。勝つのに手段を選ばない。戦争？ああ、そうだ。わかるだろう。お前も外で戦ってきた。奴らを止められるのは軍と俺たちだ。軍隊だけじゃ到底無理だぞ。策はある。入隊するまで機密だ。シルバーレイクのことを聞いていたが、人探しか？いや、違う。そういうわけじゃない。その、昔つるんでた連中があの辺りにいたんじゃないかと思ってな。誰か追ってるのかと思った。賞金組だ。いや、違う。まあ、結構遠くまで追ったこともあるが、賞金組のためにここまでは来ないさ。隊が来た。終わりました。よし、ダイヤモンドレイクに戻れ。テイラーを大佐に会わせろ。はい。俺は1800に戻る。はい。軍隊式の時間だ。いい加減に覚えろ。すみません。さっさと行け。了解。何かあったか？あいつはバスケスはいつから民兵に？数週間前からだ。見てみろよ。
これは一体物資の調達中に襲撃されたりしたか。ああそうか、ここからは歩いていくぞ。なぜだ。バスケスの後を追うためだ。バイクじゃ追跡できない。ああ、さあどうする。雪が降ったから足跡は見つからないな。行こう、キャビンの中を見たい。よし、先に行け。確か盗まれたのは食料や弾薬。そうだ、蛍光食だ。半分食べた形跡がある。どうやら奴は油断していたところを襲われたようだな。バイクはまだ表にある。ってことは裏から出てったんだ。待て、こっち。何かあったか。フェンスが切られてる。錆びてないな。最近切られた。ええ、そうだな、こっちだ。おい、ちょっと待て。見ろ、こっちだ。後か。ああ、運がいいな。こっちだ。おい、ちょっと待て。何か見つけたか。ああ、薬莢だな。最近のものだ。奴はここで何か撃ったらしい。来い、こっちだ。やろう、あっち行け。何をしてる。大きな声を出すと危険だろ。まあ場合による。また来る、気をつけろ。今のが最後だ。ああ、そのようだ。よくやった。さて、こいつを調べてみよう。奴は蛍光色だけじゃ不十分だったらしい。鹿を一発で撃ち抜いてる。銃声を聞いた狼が横取りしようとしたのか。ああ、群れの残りは東の方から襲ってきたみたいだな。一頭を除いて残りはバスケスを追ったのか。おそらくな。よし、確かめるぞ。この辺りに狼が多いのか。感染してない奴ってことな。ほぼ毎日目撃されてる。俺がガキの頃にはオレゴンにオオカミはいなかった。コヨーテなら少しいたが、オオカミはな。牧場や農場、製材会社が増えて絶滅寸前だった。今じゃそこら中にいるがな。ちょっと待て。どうした。バックパックだ。民兵のだ。オオカミに襲われたようだ。これを捨てて逃げようとしたのか。違うな、投げつけたんだ。尻餅をついて慌てて逃げようとしながら狼を撃って逃げた。2発だな。
わかるのか。ああ、待て、伏せろ。俺だ。あれはネロの墓地か。これは俺たちの地図ではない。だがあちこちにある。ああ、知らなかったからバスケスはここに来ちまったわけだ。回っていこう。ああ、異論はない。ああ、すぐ行く。ったくもう、あいつらから逃げんのはいい加減うんざりする。群れとの戦闘は、前にある。止まらなきゃいい。民兵になるのなら任務を忘れるな。フリーカーとは戦わない。外にいたらフリーカーを殺すことは避けて通れないだろう。仕方ない、墓地から少し離れるか。寒いと奴らも数が増えるはずだしな。数キロ先でも死体の匂いを嗅ぎ取る。俺たちが森を焼くのはこういう墓地を見つけて死体を燃やし尽くすためでも。そうか、まあそれはご苦労だな。この地域にある墓地だけでも相当な数だぞ。コツコツやるしかない。よし、次はこのまま東だ。おい、道が見えるぞ。ちょっと待て。どう思う？他にも誰か追ってるか？いや、特に。うん、じゃあバスケスは死んでるか仲間がいるかだ。見ろ、足跡がバイクで消されてるだろう。かなりの数だ。うん、そうか、わかった。追ってみよう。寒いとフリーカーが増えるって？ああ、そうだ。寒さ、雪、雨、曇りでもな。お前はフリーカーに詳しいな。司令部の者も話を聞きたがるだろう。誰だ？入隊が決まったら大佐に聞け。ええ、なんか前にも聞いたな。大佐は厳しくてあまり期待させたくない。おい、待て。聞いたか？ああ、伐採作業場の方からだ。地図にあるか？ああ、それならバスケスも知ってるはずだ。行くぞ。バスケスがいたらどう動くんだ？奴は一人じゃない。足跡を見ればわかる。脱走兵への罰は何だ？公私兵だ、例外なく。なぜ？つまりバスケスは見つかれば必ず抵抗する。ヤツはいるか？ああ、あそこだ。どうやら新入りには気をつけた方が良さそうだな。あれはどう見ても仲間だ。ここで待とう。応援を呼ぶ。私に触るんじゃない！ いきないやつだな、おめえら。そうはいかねえよ。くそ、あいつなんだ。ああ、丸腰の女を襲うクズが嫌いなもんでな。これは命令だ。命令？俺は腕章をしてないってことは部下じゃないし命令も受けない。片付ける。
の守りは固いぞ。殺さないって約束する。後悔さ、今ので最後か。ああそのようだ、よかった。あんたの部下を探すぞ。バスケスは部下ではない、もう違う。じゃあ待ってろ、残党がいないか見張っててくれ。行けそうか。一瞬で片付ける。ここから入れそうだ。おい待て、落ち着け。俺はただ助けに来ただけだ。あんたの助けなんかいらない。分かった、俺はこっちに行くから。出してたんだろ。バスケスは始末した、終わりだ。クーリー隊いますか。ああいるぞ。着きました、メインゲートへ向かってます。そこにいてくれ、今行く。敵の状況は。敵はその制圧した。ああそこにいてくれ、すぐ向かう。行くぞ。
バイクを持ってきました。歩きはきついと思って。よくやった。